福山藩の砂止めにわか谷砂止め広島県、福山市山手町のにわか谷砂止め群の第2番砂止め、第1番砂止めにわか谷砂止めは、広島県福山市山手町の小田川にある、江戸時代後期の石積み砂防ダム。大もむき砲近によって作られたために若か谷、大もむき砲砂止めとも呼ばれる。合計14基の砂止めが作られた。赤丸が第1里目、青丸が、 第2佐め。右下は、山陽道福山サービスエリア佐止めとは、いわゆる砂防ダムであり、多くは、異質未延定である。ビンゴ地方は、比較的降水量が少ない地域であるが、地質学的には、中世代の河口岩で構成される山々が多く、それらは、風化によって脆弱化しており、長雨によって、しばしば土石流を伴った、豪雨災害を引き起こした。 加えて、江戸時代に人口の急増を受けての材木や、焚木、木炭材料としての森林需要は大いに活発化し、無計画な伐採の取り締まりが後手に回ったこともあり、山々はゲ山となっていた。そのため、福山藩では1600年代半ばより、長雨の度に土石流によって、下流の水田や住居に多大な被害が生じるようになった。 このような問題は全国的にも見られ、1684年には徳川、幕府が諸国山川沖手を発布している。時の福山藩藩主の水野勝主、そして続く藩主、安倍正国、安倍正福らは、この状況に対して土砂災害頻発地区への土砂逸漏防止工事を推進したとされる。その結果、1738年から1885年に、 かけて、広島県の福山市を中心としたビンゴ地方に、数多くの砂止めが作られた。福山市の角号を流れる小田川は、北側にある河山やその西側にある構造山を源流とするが、双方とも、江戸末期には、山頂付近は白砂が露出する歯山となっていた。江戸末期から大正初期にかけて行われた砂防事業と植林事業により、 大正12年に編纂された沼区町市において、ようやく山に緑が回復してきたことが記載されている。小田川は短い河川であるが、下流域は天井側となっており頻繁に洪水をきたし、上流側は急峻な勾配となっており、土石流災害が頻発していたため、砂止めが作られたとされる。砂止めは窮津の高村に気づかれたが、 ちょうど村境にあるため隣接する旧山手村も対の土砂流入に苦慮していた。工事は、六軍、つまり、福山藩のすべての軍で労働者が集められて工事が行われた。1835年の、大け方おこおり方村方不審場所府庁では、にわか谷砂止め大将十四箇所六軍旗、その御尊知内御座高徳とも、と工事に関する記述が残されている。 一番差止めは、石張戸園庭形式の砂止めであるが、乱層混合石という表現も使用される。園庭幅は22.5メートル、高低差は10.2メートルの規模である。前後方向の延長は32.9メートルにもなる。1812年に記された山手村図に掲載されているので、それ以前に気づかれたとされる。百二十七から百二十九年に、 修復工事が実施されている。1834年には2番差止め着工の時期に合わせて上層部の傘上げ増築がなされた。小田川に堆積した土砂を緩いアーチ形状に造成し、割石を表面に敷いて土砂止めとした。勾配は極めて緩く設定され31%となっている。しかしその後も土砂が上流より流れ出すために背後に積もった堆積土砂を アーチ状に形成して、石張りを行い、先の緩斜面の上流側に、延定式の砂止めを築き一体とした。庭下谷下砂止めとも呼ばれる。第二番砂止め正面、第二番砂止めの上流側に、地元住民らによって整備された、公園二番砂止めは、福山市内の砂止めの中で最大の延定町を、誇る。石積みの高さは8.4メートル。 四段構造の石積み円庭形式で、断層がサネ席になっている。下二段は直線の石積みで、上二段は緩いアーチ状の石積みとなっている。一番差止めの120メートル上流側にあり、単に大も向き方差止めというと競技には、この二番差止めを指す。二番差止め工法の砂だまりは、地元住民を中心に結成された、里山里地を守る会によって、 伐採整備が行われ、仮設トイレや休憩所が設置され、キノコの栽培や、炭火焼きも行われている。1833年に着工され、1848年に完成したが、その後にも積み増し工事を受けている。北緯34度29分57.8秒、統計133度18分46.3秒。 北緯34.499389度統計133.312861度34.499389133.312861周辺や上流に小型の砂止めが存在することが知られる。1812年の山手村江津には当時合計14基の砂止めが存在すると記載されているが、それらしい砂止めがいくつか残っている。 江戸時代以後に追加設置されたと思われる砂止めも混在している。2番砂止めの砂たまり広報北西側にガザ山工房大市道があり、ガザ山工房大市道から北側400メートルの位置にある樹浪塚及び不動院奥院に至る山道を歩くと、そのうちの4基ほどを見ることができるが、1番及び2番以外の砂止めは観光目的の周辺整備や補修は行われていない。 一番佐ド目の下流には、にわか池があり、その東側には、川幅4メートル、落差11メートルの道佐の滝がある。この滝は、木原出身の彫刻家浜田行喜びが修行したと、され、同志が道佐の滝と名付けたとされる。ありがとうございます。